プロテニス選手。カザフスタンのアルマトイに生まれる。四大大会の混合ダブルス部門で2002年ウィンブルドンと2007年全豪オープンで優勝している。WTA ツアーでシングルス3勝、ダブルス27勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス15位、ダブルス3位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。気候。 ロシア個人名の日本語表記に即したより、正確な読みは、イリエナリーハフチバになる。1992年1月に16歳でプロ入り。1993年の全米オープンで4、大大会にデビューする。シングルスでは2000年全豪オープンと2002年ウィンブルドンで、ベスト8進出があったが、2005年の全仏オープン女子シングルスで29歳にして、 初の準決勝進出を果たした。そこでは同じ年のマリーピエルスに1から6、1から6で完敗したものの、リホフツェワのプロテニス選手としての息の長さを世界の観客に印象づける活躍だった。彼女は1994年ウィンブルドンから2007年全米オープンまで54大会4、大大会女子シングルス連続出場記録を続けてきたが、その後は 肩の故障に悩み、2008年前後オープンの欠場により連続記録が途絶えた。これは、杉山愛の62大会連続、フランチェスカ・スキア・ボーネーの61大会連続に次ぎ、ナタリー・ドシーと並んで、史上3位である。リホ・フセワは、ダブルスの名手としてよく知られ、女子テニスツアーでダブルス通算27勝を挙げている。 1997年から1999年にかけては、日本の杉山愛とペアを組み、6つのダブルスタイトルを獲得した。2000年の全米オープンで、リホフツェワは、カーラブラックと組んで、初の4大大会女子ダブルス決勝に進出したが、杉山とアラールデキュジスの組に1から6、6から1、1から6で敗れて、準優勝になった。2004年、 彼女は、ウィンブルドンを除く3大会で4、大大会女子ダブルス決勝に進出した。パートナーはすべて同じロシアのスベトラーナクズネツオアと、組んだが、すべての決勝戦でビルヒニアルアノ・パスクアルパオラ、スワレス組に敗れ、3大会とも準優勝に終わってしまう。2004年度の4大大会女子ダブルス決勝戦は、ルアノ・パスクアルスワレス組が、 リホフツェワクズネツワ組に参戦前哨の結果になった。その後もリホフツェワは様々な選手たちとペアを組んで好成績を維持してきた。混合ダブルスでのリホフツェワは2002年ウィンブルドンと2007年全豪オープンで優勝がある。2002年のウィンブルドンではインドのマヘシュブパシとペアを組み、決勝でケビン・ウリエットダニエラ・ハンチュコバ組を6から4。 1>, 1から6、6から1で破り、初めての4大,大大会タイトルをここで獲得した。その後、リホーフセワは混合ダブルスで、カナダのダニエル・ネスターと組む機会が多くなったが、2006年、全豪オープンと2006年全仏オープンで2大会、連続の混合ダブルス準優勝があった。二人は2007年全豪オープンの混合ダブルス決勝で、ベラルーシペアのマックス・ミルヌイ ビクトリア・アザレン・カ組を6から4、6から4で破って優勝した。こうして、リホーフセワは5年ぶり2度目の4大大,大会、混合ダブルス優勝を果たした。リホーフセワは2008年全米オープン女子ダブルス2回戦で、敗退したのが最後の公式戦出場になっている。リホーフセワはオリンピックのロシア代表選手としても、1996年、アトランタ五輪。 2000年シドニー五輪、2004年アテネ、五輪の3度出場を果たしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。